はい、ソウルデンです。今日はですねこちら、ブリですね、こちらを購入してまいりました。こちらをねさばいてお刺身にしたいと思います。はい、まあね、ブリといってもね、すごくねちっちゃいブリです。ブリは出世魚でね、地域によって呼び名が、あるんですけどね、私はですね、ちっちゃいブリ、なんていうかというと小ぶりと言ってますね。小ぶりなブリなんでね、小ぶりと、私はね、言っております。それではまず鱗をね、描きたいと思います。ちなみにハマチとかね、いう養殖なんでハマチというのがね、主流かと思われます。それではね、おろしたいと思います。ではまずエラですね。はい、それではね、水洗いが終了しました。そしたらおろしていきたいと思います。ガンバラですね。ガンバラも取りたいと思います。中骨ですね。はい、それではね、おろすことができました。それではね、お刺身にカットしていきたいと思います。まずね、皮をしっかりと剥きます。めちゃくちゃね、いい色で美味しそう。
はい、それではね、盛り付けました。ちょっとね、盛り付けちょっと下手かもしれないんですけど、その辺は気にしないで、食べたいと思います。できました。はい、小ぶりのね、あの、まあ、ハマチなんですけどね、お刺身ですね。それでは早速いただきたいと思います。じゃあこの油が乗ったね、お腹の部分からいただきます。あ、うまそう。スーパーミラクルうまい。めちゃくちゃね、あの油が乗って口の中でとろけちゃいます。これはやばい。これもうライス食いたい。うまっ、うまっ。もうこれはね、あのハマチブリうまいですね。ただ背中の方もね、食べたいと思いますね。うん、背中の方もね、あの脂が乗って美味しいです。うまい。これはもうご飯のお供に最高のおつまみです。うまい。めちゃくちゃ脂が乗って美味しいです。うん、それではね、短い動画になりますが、よかったと思った方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。近々ね、プレゼント企画も計画しております。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら、バイバーイ。